港を持つ風車かつてのローラゲ地方の中心地で、トゥールーズとカルカソンヌの中心に位置する。1103年、シャトーヌフ・ディ・アリアス、または、カステラム・ノブ・ムアリーという城の記述が、最古のものである。アルビジョは十字軍の間、十字軍側の指揮官、シモンド・モンフォール4世は、1211年に、カステルノ・オダリ包囲戦を行った際、 トゥールーズ博とフォワ博が本部を放棄した後占領した。百年戦争中の1355年10月31日、エドワードクロ大使率いるイングランド軍はカステルノーダリを略奪した。彼らは慎重に守りの固い都市を避けて、ボルドーの一部やビスカやナルボンヌに至るまでを大混乱に陥れた。都市は荒らされ破壊され尽くされ、住民は虐殺された。 食品製造、農産品加工が盛んである。カステルノーダリの、カスレカスレ発祥の地として知られる。ありがとうございます。